光って、俺が光って。よし、来た！皆様、こんにちは、山山です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、イベントが終了いたしまして、新しいイベントがまだ来てなくて、ガシャが来てるような状態でございます。なんかすごいメンテナンスが長引きましたよね。6時に終わるんだったら、しめじがガシャ引いてあげちゃおうかなって言ってたんですけど、いや、なんか9時ぐらいでしたよね。9時ぐらいで。なんか、すごい大変そうでしたね。でも石25個いただけたんで、ありがとうございます。嬉しいです。石不足なので。メダルガシャはまたね、牙同じですよね。で、今日メダルも引かなきゃいけない。で、前回のやつ、なんだったっけ？あ、っていうか、ライダー対戦私どうなってたんだろう。これか、順位見てなかったな。うわぁ！私、今回初めて1000以下になってるかもしんない。1000以下って何？そう、いつも1000以内に入ってたんだけど、やっぱりみんなが強くなってますね。ちょっとやばいですね。頑張っていきたいと思います。いやー、ちょっと、サボりすぎちゃったなー。で、前回のやつで、私、やっと覚醒までいけたんですよ。で、これか。まだマックスまで育ててないんで、ちょっと育てたいと思います。2枚育て終わったの、2枚とか1枚か、育て終わって、1枚私持ってたんですよ。で、なんで今回いつもやらないくせに山々やったんだっていうのは、まあ、このアビリティで、Aラッシュ延長2秒が何にも育てなくても初めからついてるんですよね。で、タイムバトルイベントの時に、兜じゃなくても、他の子でも、このカードをセットするだけで2秒増えるんですよ。で、2枚持ってると4秒増えますからね、結構大きいです。で、特攻で A ラッシュが2回できるやつ、A ラッシュ特攻とかついてたら2倍になるし、すごいお得なんですよね。TRK もついてるし、他のカードにつけても美味しいカードだったので、頑張りました。では、覚醒します。覚醒すると、35% 攻撃力上昇。最近硬いね、ボスが多いので、覚醒ありきになってきてますから、ちょっと覚醒させていただきます。私でも覚醒3個目じゃないかな。私石足りますこれ。心配になってくるな。じゃあ1個目覚醒。久しぶりだ、この覚醒してる、この感じ。ここはカードの絵柄変わらないですよね。はい、もう1枚が絵柄が変わっちゃう。あ、そうか。もともと BC やったやつと、この星7の覚醒にできますよっていうカードだと、素材の量が全然違うんだね。お金も違うけどね。お金やばいな、私。お金ちょっと足りなくない？やばいな。はい、進化じゃない。覚醒させました。これで兜だいぶ強くなったと思います。全然、育ててなかったんですけども。なんか兜のイベントの時はこの子で回ろうと思います。では、ガシャですよね。で、まずメダルガシャ、今日6日なんですけど、今日までだ。今日の3時までだ。で、336枚。覚醒のことだけ考えて、残り2分ぐらいで、なんとか覚醒ゲットしたんですよ。なんか余裕かなと思ったら、なんか子供かにたりとかして、ギリギリだって、うわ、こんな時間だみたいな、公園行ってる場合じゃなかったみたいなね、感じだったんですけども。はい、いい天気だったんでね、公園でゆっくりしてしまいました。では、100と200を引きたいと思います。まず100から。では行きまーす。100はね、星4がガンガン出ちゃうので、まあ何が当たるかね、わかんないですけども。はい、行きましょう。なんだろう。これ、1号だった？もうとね、覚えられないの。ワークを覚える気がちょっと全くなくて申し訳ない。さあ。はい、赤だから2号だ。技。技とか出るんだ！メダルで！ 100 は絶対に引かない方がいいですね。技出るんだ！ちょっとびっくりした。だって100と200じゃすごい差じゃないですか。だって200は絶対にさ、星5が出るんでしょう。まあ、本当はね、500引くのが一番いいんですけど。では行きまーす。行きまーす。さあ、200は何が出るかな？押します。これはね、光りますからね。ブラック。ブラック RX、ブラック。持ってますね、星5のなんか、真ん中に立ってるやつ。はい。これも何枚目かなっていう感じですけども。まあ、ないよりね。まあ、ありがたい。P 属性なんでね。ありがとうございます。いっぱい持ってる。ティッティキティ。まあ、先にね、星5をゲットして、ちょっとキラキラ感を味わったので、今から当たると思うんで、今日もイベガシャ引きたいと思います。石もね、376もあるんでね、余裕です。では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 、イベントガシャ。今回はローグとゼロワンなんですよね。ゼロワンは欲しいですよね。何かしら多分これからゼロワンを使っていくことになるだろうし、
ローグは、え、待って、ローグ BC じゃないの？あ、ローグ BC で合ってるか。01の BC が2枚？違う、これ何？てか BC の確率が 2%、必殺技が 1%。ちょっと、あれかな、たまに 2.5BC の時もあるから、あれだけど、まあ別に外れじゃないかな。特攻が少ない。特攻が 1.5。では、引かせていただきます。01と、ビルドマークが光れば、私の勝ち。OK です。じゃあ行きまーす。行きまーす。最近、全然、特攻当たってない！当てたい！当たって。来たんじゃない？光って、俺が、俺が光って。よし、来た！来た！来た！泣きそう！泣きそう！え、待って！あ、あ、やばい！リバー光ってる！ちょっと待って！はい！必殺技ね。オッケーオッケーオッケー。まだ1枚も星5の必殺技持ってなかったんで、ありがとうございます！ありがとうございます！押すよ。もう1個どうして、もう1個必殺技だから、ちょっと待って、でも光ったから、お願い！嘘でしょ！ちょっと待って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 、おかしくちょっと待って、右側おかしくないですか？必殺ゼロワンの必殺技4枚ってなる、ある意味神引きだけど、これ。いやいや、ある意味神引きですよね、これ。ゼロワン。いや、ライダーめっちゃおるやん。で、これ。多いねん、ゼロワン。うーわー、なかなか。いや、だいぶ期待したけどさ。いや、え、これ特攻なんもないんでしょ？ちょっと待ってください。ちょっと待って。この子でしょ？え、特攻あるの？たっこり、特にアビリティ迷うんだな。ゼロワンで回りますけど、ここまで来たら育てますけど、いやーでもないですよね。いやだってさ、今の流れやったら絶対 BC じゃないですか。もらっちゃうんだけど、じゃあイベント始まったらまたちょっと調整します。ちょっと育ててこないと、多分ね、今のゼロワン、いや前も全然育ててないから、もうカードついてないじゃん。まあ、こんな感じで、ちょっと待って、とりあえずお任せボタン押してみよう。お任せボタンを押した状態で1万6000。いいっすか、強化しなきゃいけない。01強化してきて、2万超えだったらまあまあまあですもんね。2万超えにしてこよう。バナナアームズ。はい、軽くライダーを強化してきたんですけども、時間すっかり間違えてて、完全に強化はできておりません。まだね、星5とか、星6のままなんだけど、もう2万超えてるんで、まあ余裕でいけるかなと。で、ちょっと今回ちょっとね、覚醒したカード入れてみたんですけど、今までって BC とか必殺技のカードよりも、無印の星5の方が強かったじゃないですか。でも、覚醒したカードは、無印の必殺技とか BC をついてないカードよりも、上だ。覚醒してるカードの方が強い。私だけですか？そう感じるの。だから TRK もついてて、特に今回は、この子 A ラッシュ延長2秒ついてるから、ちょっとこの、全然カボトを育ててないんですけども、この2つをつけてます。イベントが始まりまして、波及の方まで終わらせております。まあ、この時間帯、ライダーバトはちょっと走っただけで1955位。でも今から夜に向けて一気にね、皆さん走っちゃって、また山芋置いてけぼりになると思いますが、エネミー確認しましょう。波及のエネミー、ガーディアンが P、アポロがアイスと S、ブラッドスターク S、ブラッドスタークがまた硬いですね。で、S なんですよね、ブラッドスタークが。P と S なんですけど、T で行くべきか悩んでるんですよね。今、S になってるんだけども、まあ、T にしようと思えばできるので、01T で回ろうかな、という感じでございます。まあ、今回も星5がね、来た。しかも2枚抜き。01に光って2枚抜き。いや、本当だったらね、神引き。いや、神引きなんですよ。だって私、必殺技のカード持ってなかったんでね。いや、もう神引きなんですけど、いや、BC 欲しかった。で、まだ01ね。まだ多分イベントこれから来ると思うので、まあ、必殺技がある分ね、余裕を持って BC 待ちをしたいと思います。
では皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。